だけするか。あ、ありがとう。なんかある？ありがとう。これファンタ飲むの？いらないな。捨てて。いらない。コウさん、絵文字で初コメいらっしゃい。ナイス押してください。あとイベントもね、まだ1位狙える位置なんで応援お願いします。応援ハート。来たよ。あ、初コメなんだ。ゼロワンのナイスをしていいの？うん、いいよ。マジで偽善者。でも昔からこんな感じだよ、俺。たまにいい人やるよ。ねえ、みんな。たまにいい人。そういう流れの時は。昔からやってない？何かあれば毎日いい人やるよ。いい人キャンペーン挟むっていうか、例えば今ね困ってる配信者がいて家がないとかだったら俺連れて帰るよ。そういう感じよ。とかちょっとかわいそうだなと思っちゃった。セージはだからセージもしばらく家にいたじゃん。もう大丈夫でしょ。トム池のタイトル見て教えて。で現在ね、マユは寝てるんだよ。でツナちゃんはなんで配信しないんだろうね。行ってないって言われた。嘘。だから どうするかしよう。あの近くにセブンイレブンだよ、家の。ああ、そこでなかったら適当にビックリマンチョコじゃないけど、なんかキャラクターもののお菓子感はしゃないよね。呪術廻戦とかバルト配信すると楽そう。楽だよ、波長が合うから。うん、嬉しいわ。波長があって適当にもう配信やめよっかって時にお互いなんとなくそう思ってるし気が合うんだよ、ね、合うんだよ。うん、でも他人の配信しんどいでしょ。うん、大丈夫。うん、波長が合うから全然疲れない。謎にパラリストもね、なんだかんだ優しいし。呪術廻戦のお菓子っていいや。もうなかったな、しゃあないよね。ああ、こうするか。あの疲れたら外カメでもできるからね。外カメにするか。外カメドライブモードでいいんだよ。うん、ドライブモード。疲れてないけど、こういう新鮮でしょ。うん、俺の顔ばっかり。うう、ね、贅沢に外試する。入ります。新鮮モード。あ、俺道わかるわ。ん、いいか。これ同じやつ。うん、十字架ね、パスワードコード言っていいな、それこっちか。全然ないか。いい、これで。あ、こっちありそう。まあいいか。いや、俺さっき買った飲み物あるんだよ。1位なの、まゆちゃん。すごいね、そんな差あんの。いや、グループがね、見るか。グループが本当楽勝なんだよ。だからマジで手応えなくて、前のグループのやつつまんねえんだよ。そうなんだ。
マジで手抜いてやってんのに全然追いついてこないんだよ。前と同じグループの人、配信やめた方がいい、やる気ないなら。俺なら寝ずにやるね。あ、気しこいでね。俺ならやるね、寝ずに。あ、でも結構さ、そこまでじゃない、うん、でもほとんど無料アイテムばっかりだよ。あ、そうなの、うん、だから余裕あるからたまにはね、ポポレちゃんの枠で遊ぼうかな。迷惑じゃなければ。いや、もう助かるよ。ザランティルだけでどれだけ楽か。いつもね、あちゃんは炎上ニュースの時にアホワンアホワンって言うけど、今日は言わないでくれて優しい。あねあちゃんね。あねあちゃん優しいんだよ。よっぽど俺のただのいじりだよ。いじりかな。今日はアホワンとかカスワンとか言う。よく見てるね、それは。見てるよ、俺。赤出してるやつ。リスナー観察趣味だから。あ、そうなんだ。そうだよ。アホやん、わらー、出た出た。これいつもの感じね。アホやん。いつも言ってんだよ。ファミマじゃない、セブンイレブン行くよ。ビックリマンチョコ。パスは言わないか。ありがとう。これね、あれ一回も行ったことない。のぞきさ、うん、のぞき穴ね。あれ一回行ってみたいんだけど、ダメなのかな。見るだけだからストリップじゃん。それダメなのか、浮気かな。あのね、のぞき一回行ったことあるんだよ。嘘。これ言っていいのか分からんけどさ、これ浮気なのかな。のぞきもダメ。のぞき遊びでしょ。アウトかな。俺見たことあるんだけど、うん、だからさ、写真が貼られてるね。写真が貼られて、盗撮したやつらの。そう、ちょっとマジで興味あって、一人で入れないからちょっと行ってほしいな。あ、ね、いいよ全然。いい、うん、ただね、こう裏オプションみたいなのがなんか言われたね、俺。裏オプションって言っていいのかな、これ、うん、なんか、うん、覗き穴だからストリップショーじゃん。ストリップってそれ年代は若い子だったよ。でも何歳ぐらい？で終わるじゃん。JK とかいる？ JK はいないんじゃない？ JK はいないし。下着だから。うん、なんか手と、うん、なんかフェラの裏オプションが。嘘、うん。3,000円。安いじゃん。びっくりした。やってないけど。入るのが3,000円で、裏オプション3,000円。あ、5,000円だったからちょっと3,000円か5,000円ぐらい。安くない？そんな言われたわ。ただあの同じ人がやってる。だから順番に、だから歩いていくのお姉さんみたいな人が、その人が多分全部やってるんだと思う。あ、同じ人？だからやった後にやるんで。やった後でどういうこと？だから隣の人もその裏オプションやってたら、その終わった後にその人。いや、待て待て、あの覗いてる人にやってもらうんじゃなくて。全然違う。あれ？全然知らない人。やだよなそれ。だから嫌だったんだよ。手と口専門の女がいるってこと？そうそうそう。それはちょっと嫌じゃん。覗き穴の人が来ない。別にアイコンみたいな出てきたらどうするの？そう、確かに。ただあの聞かれるだけだから拒否れるから。ああ、そういうこと、うん、覗き穴で見ながらそのやる人は別ってこと？そうそう、職人形式で。職人形式か。それあのやる人の顔見ないようにしないとダメだね。でも見た時は、俺の見た時は普通に可愛いか分からんけど若かった、うん、やる人も、うん、でもその人は隣でこうずっとやってるから、うん、なんか怖いじゃん。いや、マジで好奇心だわ。ちょっと まゆちゃんに確認していい？いいよ、しな。かけよっか、俺が、うん、かけてくれない、うん、れ。いや、怒るよ。怒るかな。怒るよ。ダメなら行かないんだけど、確認だけさ。いや、怒るよ普通に。いや、これ割り切っていいっていうタイプもいるじゃん。無理でしょ。無理かな。これか。
リスナーさんだったら嫌だ？嫌でしょ。いや、あの社会勉強みたいな。寝てんじゃない？ちょっと道説明できる？ああ、これまっすぐ。あ、ごめん、寝てた。これ左どっか曲がってほしいね、曲がれるとこあれば。あ、前ごめん、寝てた。あ、これ曲がらなくていいわ、まだまっすぐか、ね、これどこだ。もしもし、喋れる？あの、ちょっと確認なんだけど。ああ、そういう道ね。まっすぐ、覗き穴ってとこ行ってみていい？え？覗き穴。覗き穴？あの歌舞伎町で、あの、うん、女の子が下着で踊ってるかなんかのところを覗けるところがあって、ストリップ劇場ね。で、それは別に大丈夫なのかなって。嫌なら行かないんだけど。うん、どれで行くの？ん？パルート。で、政治は分かんないけど。ん？配信外で？配信外で。じゃちょっと、エロはエロだね。エロだね。ストリップ劇場だから。そういうのはダメなのかなっていう。まあ、行けば行きたい、今日。それでなんか、冷めるとかなんかそういうの出てくる問題が。そういうのめんどくさいから。わかんない。わかんない。ああ、これはダメなやつじゃない？わかんない？うん。まあ、寝起きだからね、まだパッとしてないかもね。簡単に言ったら、あの、デリヘルとかはありなの？うん？遊びって割り切ってデリヘルとかはありなんですか？ソープとかね。うん。いや、だって性病とかさ、あーね。あるじゃん。いや、だから覗くだけなんだよ、今回は。うん。まあ、だから、なんつうんだろうな。なんかそういうこと聞いてくる時点でね。確かに。まあ生きたきゃいけば。ああ、分かった。まあ。うん。はっきり言ってほしいんだけどね。ダメならダメとかね。分かんないから。うん。まあいいや。ごめんね、起こして。はい。これ行くの？じゃあ。これどうなの？分かんよ。これでしょ。うん？分かんないとか言ってる。これ。そんなのもダメなの？多分委ねてるね。行ったら多分ブチ切れると思うよ。しかも裏オプションのこと言ってないから、それ隠して行ったのって言われるでしょ。やってないって言ってもね、ゼロワンが。社会勉強もできねえのかよ。ねえ、 100% 限界になると思うよ。でも俺は監視してないから覗くしかできない。そうだね、やったら犯罪だしな。覗くのもやっぱ裏奥は嫌だ。いや、覗くだけだよ。ちなみに俺ら一緒に見れないからね。あ、そう。個室だから。そう。で、個室の中にティッシュ置かれてる。え、そう。いや、もう俺行っちゃダメとかになると余計行きたいわ。あ、このまままっすぐだね。このまっすぐであのセブンあるから、ね、黙って行けよ。うん、そうする。俺行ったことあるよ、一回。面白かった？でもリピートしてない時点でちょっとお察しだけどね。いや、何回も行こうと思わない。嘘。だって別に怖いし。それやったの自分で？あのね、リスナーさんに連れてってもらった記憶があるな。そうそう、確か。怖いよ。でも あそこでさ、流血事件あったから、なんか人が血だらけになって運ばれてたもん、あそこの覗き穴で。で、ツイッターで上がってたけど。で、リスナーさん行ったことある人いないんですか？いくらするのって。3000円ぐらいでしょ、あれ。あるよ。しかも中入ると盗撮した人の写真が晒されてる。そう。盗撮しましたって住所貼られて。あるよとか言って。クロミ、女の子でしょ。で、養母も行ったらしいね。ほんと病気呆れるって。別に社会勉強行くぐらいいいじゃん、そんなの。マジでやべえ。あそこはだって一回は行ってみたいなって思わされる場所だよね。だって映画館の前でポツンともう風俗店やってるからね。じゃあ分かるよ、そんな大ごと覗き穴行くぐらいで。ストリップ行くようなもんじゃん、ストリップ劇場。マジでやばいね、これ。恋心があるかないかで全部ダメってことでしょ。
あろうがなかろうが。めんどくせえな、女って。じゃあ逆に、まゆちゃんが男のストリップ行ったらどう思う？別にいい。男がブーメランパンツ履いてブーメランパンツ履いて覗いてさ、何も思わない。そうだよ、確かに。あのもっこりもっこりチンコ見てあので、裏オプションで5000円払うと、あのブーメランパンツの横からあのハミチンスリッチしますみたいな。あ、ね、全然いいんだけど、気にしない。そういうのは遊びでしょ。触れては欲しくないよね、正直。あーね、見る分ぐらい別にいいでしょ。想像できるわ、男のストリップ。でも俺一人で行ってくるわ。いや、なんで一人で行くの？え？一人で行くの？配信しな。ああ、そうだね、うん、配信しながら。まだ行くの？行くか寝るかする。ああ、ありがとうね、これ。うん、小寺さんありがとう、うん、また連絡していいの？うん、また遊ぼう。うん、とりあえず、聖児の家でびっくりマンチョコ買って、ね、これ今、いつまでも言うまる言うまるって。これなんでこんな言われるんだろう。ああね、もう勘弁してくださいよ、リスナーさん呪縛だね。なんでそうやって言ってくるの？てか、ゆまるちゃん大阪じゃないの今？知らん俺、だってもう配信も見てないよ、ブロックして、うん、すごいね、ゆまる人気。俺これ別れてもずっと言われるんだよ。配信外でってことでしょ。会いに行くわけないじゃん。そこまで最低じゃないよ、やめてよ。ほんとみんな潔白で配信つけて、うん、ツイキャス寝落ちすればいいじゃん。勘弁してよ、ほんと。ちょうど、あ、タイミング悪いね。ちょうどメイク配信終わってき切ったらしいよ。だから会う流れみたいになってんじゃない。マジで匂わせやめてほしい。なんでないっす？いや、たまには人の枠でね手伝ってくれてるんだ、俺に。優しいわ。楽してもいいでしょう。じゃあ配信してても寝るの俺。日睡もしてないんだよ俺。あ、セブンイレブン止めれない。ちょっと待ってよ、この前止めるわ。うん、中入ってもいいと思う。買っておいで。うん、おっさん邪魔やぞ。行ってくるわ。コンビニ入れないからね。ああ、ここでいい？うん、全然いいよ。どこで寝るの？いや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 、ルイジの家でって言ってる人さ、寝れないって。うるせえし。また二人の劇場始まるんだから休ませてよ。ね。じゃあ、まゆに電話して繋いどくわ。それでいい？うん。どっか歌舞伎町駐車場止めて寝ようかな。マジで眠くて。あの、車運転する人分かります？あの、寝不足の時の運転ってマジでやばいの。あったかいし、うん、俺そこまでねひどいことしない。浮気とか絶対しないよ。うん、さすがにいくらなんでもたまにちょっと言い過ぎちゃったりするけど、隠れてそんな傷つけるようなこと絶対にしない。だったら別れるよ、うん、マジでそういうのはないから。だから浮気がバレた暴露とかないし、今までいろいろ暴露されてるけど、オフ箱とかは浮気の暴露はないでしょ。あの、付き合ってる時にやりましたみたいな暴露は一度も浮気はしないっすよ。いや、浮気で裏切ったことないから。
いつまでもゆまるって言われるの嫌だし、多分相手も嫌だと思うよ、ゆまるも。もうそろそろ解放してあげて、かわいそうだ。あの子もね、いつまでもなんか01ではあって、かわいそうだよ。もう関係ないんだから解放してあげなよ。いやマジで深い、そのゆまるゆまるってコメント欄不愉快、非常に不愉快です。人の枠でね、それな、分かってくれるペイ君で、ゼロリスさんも多分ね不愉快だと思ってるよ、俺の枠で鳩がいっぱい飛んでくるの。マジでやめてよ。でゆまるが不愉快っつうか、その鳩が不愉快なんですね。マジでやめてください。お前前科あるから、前科あるって、それは前と別れてからでしょ。付き合ってる時にはないよ。マユ大事にしてるから。昨日寝る時に牛したの見てなかった、夜中に。マユ寝るねってさりげなくやってるよ。見てないと分かんないけど、さりげなく見てたね。で、飴とムチとかって俺はね、たまにしか飴はしないけど、それが逆に嬉しいんだよ。普段から好き好き言うよりも、たまに好きって言うと嬉しいもんだよ。その安売りしないんだよ。そうでしょ。お前何のセーブ？いや、クラミジアでした。クラミジアで、あの、もうほぼ完治してます。薬の効果もあって、で1週間後にもう一回病院行って、もう一回検査して終わりです。たまにはもう配信いいんじゃない、今日は。で帰ったら前に配信やらせるし。ロビンソンの配信見た？基本的につまらないから見ないですよ。そうやったら喧嘩になっちゃう。あの、基本的に枠も開かない人っているんで、ロビンソンさんの枠は基本的に俺は枠も開かないから。怖いしね、ロビンソンさん。トゥナちゃん、だからいろんなことを模索したけど、トゥナちゃんは三重に帰ることになって、バスで帰ります。いや、ありがとうね。うん、お、今日夜付き合ってくれんの？夜？うん、いいよ。これお肝試しでやったんだよ。肝試し、運試し、ガラスコレクションあげるわ。くれる？うん、ありがとう。ぬいぐるみ買いたかったけど、うん、頑張ってね。うん、あとご飯いる？うん、ご飯いらない、もうお腹いっぱい。うん、よかった。これルイさんにあげたら俺にくれる？うん、あげる。うん、ありがとう。ガラスコレクション、うん、仲直りしてきてね。うん、分かった、任せて。ありがとうじゃな、うん、また連絡する、ね、楽しかった。ゆっくり寝てね。うん、楽しかった。また配信しよう。うん、あ、ちょっと待って、治ってんのか。じゃあ、じゃあ、ね、うん、ありがとうね。リスナーさんもあれだし、ありがとうね、ゼロリスも。ちょっと、またね、アホねーや。じゃんな、アホ。さらばゼロワン、ゆっくりしてね。頑張ってもアホ。
感動するわ。いなくなっちゃったわ。ありがとうゼロワン。あーばよー。いやなんか寝るらしい。歌舞伎町に行ってで仮眠取ってそれか覗き穴行くって。まあでもよかったわ昨日会って喧嘩したけどさ、仲直りというかまた絆が深まった気がするわ。最近コラボしとか してなかったからね。うん。一人覗き穴行くって言ってたじゃん、社会科勉強みたいな。多分寝ると思う、疲れてるからね。で次は昨日ね、誠司さんに無礼なことをしちゃったから、あの菓子折りを持って謝罪しに行きます。じゃあゼロワンのチンポは大丈夫です、ほぼ完治です。タイトルは誠司に謝罪なんで、誠司さんに申し訳ないとちょっと行ってきますわ。これ枠切った方がいいよね、謝罪だからさすがに枠。じゃあちょっとね、菓子折り買ったんで。誠司逃げた？誠司配信切ったの？じゃあやっていい？俺もイベント中だから、謝罪という名のネタです。はい、ネタというか謝罪です。まあいいや、行くわ。会って切るか切らないか判断するわ。ちょっと行きます。ちょっと震えるわ、めちゃくちゃ。あれ反応もないわ。あ、すいません、田崎です。あ、どうも。あ、すいません、お邪魔してもいいですか？申し訳ないです、ちょっとお邪魔します。あ、すいません、あの映してもらって。いや本当この度は、三枝信行さんに対して本当に無礼な行為と本当に迷惑をかけたことを心からお詫びします。すいませんでした。 あのつまらない、そうなんですよ、はい、ちょっとつまらないものなんですけど、これあーいいのに、いやーそう、本当いいのにか、つまらないものですけど、こんなに申し訳ありません。いいんですか、こんなに。あ、ちょっとあのすいません、あの謝ってだからなんですけど、ちょっと正面いいですか？あ、いいですよ。ごめんなさい、ちょっとずっと我慢してて。ええ、すいません、2画面で2窓でお楽しみください。ええ、すいません、なんかくれましたね、菓子折りを。ええ、いい、やっぱね、こうやって謝ってくれるのはね、嬉しいですよ。ええ、なんかもう許しちゃいますね。しょうがないですね、昨日酔っ払ってたのもあるんで。あ、すいません、申し訳ないです。とんでもないです。あ、参考です。あ、横いいですか？はい、ですもらって。いや本当に、誠にすいませんでした。いや大丈夫です、全然。あの誠司さんに対して、なんて言うんだろう、本当に昨日、まあ、ちょっとしたことで切れることで、あそこまでやる必要性はなかったかな。
年上に対してこんなことをしたりとかして、すいませんでした、申し訳ないです。全然で顎も怪我したって聞いたんで、顎は全然、あの絆創膏貼ってくれたんで昨日、治りましたね多分。あ、ちょっとここがニキビみたいにできてます、すいません。それが潰れただけなんで、あ、すいません。ちょっとで、お詫びじゃないんですけど、菓子折り何がいいのか分かんなくて、僕のなんか独断で買ったんですけど、びっくりマンチョコ、あー、めちゃくちゃ好きで今。そうですか。なんで知ってるんですか。なんか目に留まったんですよ、好きそうだなと思って。僕今ね、シール集めてるんですよ。あ、本当ですか。なんか2種類あるんですよ、シール集めてて、はい、ドラゴンボールと本物のビックリマンチョコがあって、どっちがいいのか分かんなかったんで、どうぞこれ。ありがとうございます。で、さらに当たりの系で、チョコボール、チョコボール、はい、当たればなんかありがとうございます。チョロ券もらえるらしいんで、これもちょっと、ありがとうございます。すいません。いや、こちらこそ申し訳ないです。ありがとうございます、わざわざ。いや、すいません、すいません。ありがとうございます。あと、せいさんが好きっていう風に言ってたんで、一応ゼロワンのために買ったけど、いらないと言うかもしれない。あー、僕大好きですね、これサンドイッチ、もう全部サンドイッチ、ありがとうございます。こっちかなと分からなかった。あー、これも、はい、これも好きで、ありがとうございます。すいません、すいません、個人的に僕が食いたかった。あー、これカントリーマム、これ僕が食いたかった。食べたいです。あ、これは、じゃあ、田崎さん、じゃあ、これ、田崎さん、これ、お詫びと、ありがとうございます。いただきます。パルリスさん、ありがとうございます。すいません、申し訳ないです。とんでもないです。あのですね、で、謝罪は多分これじゃ収まらないと思うんで、枠切ります。ちょっと、いやいやいや、やめてください。すいません、やめ、田崎さん、それはやめてください。あの、夜ね、やるつもりなんで、一旦切らせて。それはやめてください。ちょっとナイスもやってるんだから。いやいや、いいです。いやいやいや、それはやめてください。それはやめてください、田崎さん。さん、そういうつもりでやったんじゃないですから。ほんと申し訳ないです。いやいや、やめてください。じゃあ一旦それやめてください、田崎さん。ありがとうございます、せいさん。田崎さん、それやめてください。お疲れ様でした。やめてください。イベント相手もあります。それはやめてください。せーの、パルパル、せいさんの枠で。やめてください、それは。あと、待って、喋らないで。ゼロワン、ありがとうね。ゼロリスの方も本当のお世話になりました。ゼロワン、ゆっくり寝てね。ありがとうございました、ゼロリス。ゼロワン大好きです。パルパル、じゃあねー。ちょっとやめて。